どうも、ボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もお酒飲んでみたシリーズ、不適版やっていこうと思います。今回いただきますのは、サントリーから出ております、バー、ポームム、キウイとラムでございます。こちらのがアルコール6%、果汁0.8%となっております。えー、バー、ポームムのシリーズでございます。はい、キウイとラムでございますが、 こちら限定販売となっております。はいえー、のドン・キホーテですね、えー。こちらで売っております。えー、ドン・キのグループですから、えー、ドイトとか、あと長崎やピカソ、えー、こういうところでも売ってるようですね。はい。まあ一応ですね、ポームのシリーズはですね、当たり外れがすごくありまして。はい。で、こちらのはですね、のキウイとラムと、はい。えー、これがですね、ウォッカとラムと、あとはキウイ親戚種ですか。 えー、これが入ってるんですけどもまあキュウイ感があってこれはいい感じがしますね、まあ、ただちょっと6%であるのでちょっとアルコール感が強く感じるかなというところもありますけども、えー、キュウイが好きな方でしたらばこの辺はだいぶ、えー、美味しくいただけると思いますね、はいまあ、ドンキで見かけたら買ってみるのがいいと思います いつもご視聴いただき誠にありがとうございます内容が良かったら高評価やコメントをいただけると励みになりますチャンネルご登録いただき次回の動画をお待ちください